討論する前にですね、子どもたちが、どう考えているかインタビューしたんですけれども、取材に当たった、真島ジョシュ君にスタジオに入ってもらいました。じゃあちょっとジョシュ君、まず自己紹介してください。新宿区に住む中1の真島女子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回原宿と渋谷で、インタビューしたんですけれども、ちょっとジョシュ君の方から取材の内容とかですね、VTR 紹介してもらいたいんですけど、お願いします。6人で原宿や渋谷に行って街頭インタビューをしました。ご覧ください。原発は続けた方がいいと思いますか、それともやめた方がいいと思いますか。それを挙げてください。せーの。それはなぜですか。ほとんど日本で太陽光などいろいろなものを開発しているのに、外国でそれを使って、日本では使ってないので、原発じゃなくそういう環境を使った発電の方がいいと思います。原発続けた方がいいと思いますか、やめた方がいいと思いますか。やめた方がいいと思います。原発や放射能汚染について何か意見を言いたい人とか話を聞きたい人はいますか。枝野さん。何を聞きたいですか。本当に安全なのかを聞きたいです。やめた方がいいんじゃない。やめ、え、やめる、やめる。え、じゃあやめるで。何でそう思ったんですか。やめた方がいいと思います。なんでそう思ったんですか。災害とかになった場合結構大変だと思うので、また今回みたいなことがなるのでやめた方がいいと思います。言っていいのかわからないんですけど、被災地のものとかはちょっと心配ですね。何原発続けることあそう続ける、それはなぜですか。なんで原発って何。そっから、すいません、ちょっとご協力していただけますか。まず原発は続けた方がいいと思いますか、それともやめた方がいいと思いますか。やめた方がいいと思います。なんでそう思ったんですか。いや、こう今も話になったんですけど、なんか大変なことになったりするんで、やめといた方がいいかなと自分は思いました。考えているんじゃないかと思います。考えてると思うんですけど、多分まだ足りない部分はあると思います。あんま考えてないと思う。それはあんまりそういう、なんだろうな、そういう配慮が行き渡ってないところとかもあると思いますね。ありがとうございます。考えてないと思います。じゃあ理由は。ニュースとかで見てる限り、そんなにちゃんと子どものこと考えてると思わないからです。放射線量とかちゃんと発表してくれないから危ないと思います。ちょっと心配です。放射線物質の影響について気をつけるようになったことってありますか。何か産地を、産地見たりします。せーの、せーの。なんでそう思いますか。なんか放射能とか怖いし。気をつけるようになったことってありますか。ないです。必ず産地を見てます。放射能浴びると将来なんか病気になるって聞くから、やめた方がいいと思います。やめちゃったら、その日本のその国内の電力っていうのが突然減っちゃうわけだから、その日本が持たなくなるかなと思って。危険っていうことは分かってたけど、国になんかそう、なんかちゃんと、なんだろう、貢献してるっていうのは知ってました。すごい量を浴びちゃったら、そりゃ害あると思うんですけど、そんな多少だったらあんまり別に大丈夫だと思います。どうだろう。こういう地震災害の時とかに被害が大きくなるから、なんかもっと考えた方がいいと思います。でも福島のその被災地の人がどう思ってるかとかは聞きたい。はい、
まあ、今たくさんのインタビューをご覧いただきましたけど、これは質問もですね、撮影も、まあ、取材も全部小学生中学生の子どもたちに行ってもらって、ビデオもちょっと動いてますけど結構上手に撮れてるんですけれども、まあ、結構いろんな意見が出てましたけど、ちょっとキラさんね、実際に取材したので、どんな集計結果だったのかちょっと教えてもらってもいいですか。はい、集計結果は原発をやめるという人が47人で約 66%、 原発を続けるという人は22人で約 31%、うん、回答なしが2人でした。はい、やめる人が47人で 66%、 続ける人が 31% で、私の感想としては、実は子どもをこのアンケートしたら 95% ぐらいはやめるって答えると思っていたんですけど、意外と多いんだなっていうことが分かってびっくりしたんですけど、ちょっとそれぞれどんな理由があるのか、一緒に見てみたいと思います。続けるっていうふうに言っている人たちは基本的に電気が足りないって考えている人がかなり多い、原発は便利っていう人とか、まあ、自然エネルギーはお金がかかるっていうようなね、回答をしている人が多いです。やめるっていう人はもう圧倒的に放射能は危険っていうふうに、まあ、考えているんですけれども、まあ、このね、結果を見てちょっと皆さんの意見を聞きたいんですけれども、やっぱりこう福島から来た、あゆさんなんかはどういうふうに、このさっきのインタビューなんかどういうふうに感じました。やっぱりその、放射能は危険っていう人が14人いたように、やっぱり一番は放射能が危ないから、その原発はやめた方がいいかなって思います。うん、ね、トーマ君、さっき原発知らない子もいたんですけど、例えばああいう感想を見ると何か感じることありますか。なんかもうな、論外だと思いますね、そういうのは。まあ、僕はもうこの電気は足りているっていうあれなんですけど、計画停電ってありましたよね、事故当時のやつで。で、今はそれがないんですよ。どっちにしろ福島の原発動いてなくて、で、まあ、それで、まあ、全然電気は足りているんじゃないかなと、少しなんか不思議に思ってますね。ね、まあ後からちょっとね、その話にも触れたいなというふうに思ってるんですけれども、もう一つアンケートで、取っていまして、事故前に原発のことを知っていましたかっていう質問も皆さんにしてみました。で、その結果なんですけれども、全体のですね、44人の人は原発よく知らなかった、で、知ってた人は26人ということで、ちょっとこのメンバーにも聞いてみたいと思うんですけれども、今ね、来てるメンバーは結構意識が高いのであれですけど、この中で事故前から原発を知ってた人、手を挙げてください。お、半々ですね。じゃあそうすると心ちゃんも知らなかったんですか。全く興味を持ったこともなくて、まあ、原発事故以前は関心がなかったので、電気もジャブジャブ使ってましたね。ジャブジャブ使ってたと、はい、もうじゃあすごいガラッと意識が変わったと。なるほど。まあ、本当にね、みんなね、そういう人多いと思うんです。で、実際にね、なかなか原発に行ってる人も、見たことがあるという人も少ないということで、今回私たちみんなで何人かでこう行ってみようということで、実際原子力発電所ってどんな場所なのかということで、浜岡原発って静岡県にあるんですけど、行ってみました。ちょっとジョシュ君、どんな取材行ったか、まだ一緒に行ったんですけど、紹介していただけますか。12月23日に東京から車で浜岡原発に行きました。ビデオをご覧ください。12月23日浜岡原子力発電所に行きました。浜岡原発は静岡県の御前崎というところにあります。東京からは200キロ、渋滞していたので4時間以上かかりました。案内してくれたのは東井玲さん。チェルノブイリ原子力発電所事故以降、20年以上にわたって原発問題に取り組んできた人です。浜岡原発には原子力館という PR 館があります。クリスマスシーズンなので、中部電力の人にお話を聞くことはできませんでした。これが
原子力機関の目玉、原子炉の模型です。実物大の大きさなので、原子炉の仕組みや雰囲気がよく分かりました。大きいでしょ？でかっ。あ、なんか出てきた。これ制御棒。あ、これが制御棒。原子力発電所は、原子炉でウランを核分裂させて、そこから生まれたエネルギーでお湯を沸かし、タービンを回して発電します。ただ、核分裂をコントロールするためには必ず水で冷やさなければなりません。冷やし続けられなければメルトダウン、メルトするでしょ。そしたら水素が出てくるし、で爆発して、外にまで放射能を放し、日本中ね、世界中だよね。これがね、あのさっき回したプレートここに詰まってるでしょ。ね、これがね、4メートルだよ、あれ。実物大？うん、これも同じ、実物大。え、同じ。そうそうそう。で、ここにはだから、ウランって金属なんだけどさ、それと酸素っていう原子しか入ってないんだけど、これが発電始めるとさ、この中いろんな放射能に変わってくる。セシウムでしょ？要素？要素でしょ？カリウム？カリウムもあるよね。うん、あ、何があるかな？ラジウムとか。ラジウムもあるよね、こう上から見えるから、これで引っ張るんだよ。これ発電所では発電所で温められた水を捨てる必要があります。普通より7度も高いそうです。これちょっと触ってみて。あ、冷たい。うん、であそこで温められるとこのくらい。あ、なんかちょっと熱い。で、これをね、温排水っていうのよ。これだから7度分捨ててるでしょ。電気になったのの2倍の熱が海に捨てられてるの。だから原発のあるところはみんなそうやって温排水を捨ててるわ。もう24時間ずっと。最後に屋上で浜岡原発の建屋を見ました。さっきあの発電のタービンのある建物と原子炉のある建物あったでしょ。普通は取水して排水するんだからタービンの方が海に近い方がいいでしょ。それなのにここは反対なの。タービンが後ろにあるの。断層が走ってる。タービンは断層の上でも構わないんだって。で原子炉はタービンの上じゃ困るから、で原子炉はその線がこういうふうに走ってるのね。その線をね、避けて原子炉の建物を建てたからタービンが後ろ来ちゃう。こんなとこない。海側には風車がありました。部屋の風車って発電？すごい。風力発電だったら多分何も起きなかったかな。した。はい。まあね、浜岡まで5時間かけてちょっと混んでたので行ってきたんですけれども。ジョシュー君、これ行ってみてどんな感想でしたか？浜岡原発の原子力館の屋上の展望室からも見えたように民家がとても近く、原発関係の人が多く住んでいて、ここは原発によって、地域が潤っているのだなと思いました。あと、原子力館を見学して福島の原発事故についてほとんど何も触れてなかったので、政府が原発は安全です。これからも続けていこうという感じの PR に力を入れているんだなと思いました。うん、確かにね、福島のこと、まあ、ちょっと触れてる展示もあったんですけど、基本的には何ら安全性をやっぱ PR するっていうね感じは変わらなかったかなと思うんですけど、キラさんはどうでしたか？一緒に行ってみて。メルトダウンについてあまりよく知らなかったんですけど、そういうのを説明してもらってすごい恐ろしいことが起こってるんだなって思いました。あと原子力発電所っていうまた爆発した時に
放射能を放出するようなやつで電気を作るのではなくって風力発電などのそういう危険性のないもので電気を作った方がいいんじゃないかなと思いました。そうですね、まあ、本当にすぐ、ね、隣にあんなに風車がたくさんあることもあんまりよく知らなかったんですけどね、そういうような印象を持ったんです。雨宮さんは原子力発電所は行かれたことがある？行ったことないんですよ。だからあの PR 感びっくりしましたね。ピコピコして、いやもうなんかパチンコみたいにキラキラしてるんですけど、ね、しかも今のこの時点で浜岡が営業してるってあの PR 感が、それをちょっとびっくりしましたね。確かにあの浜岡原発は5月にね、あの前の菅総理大臣がストップして止まってるかと思ってたんですけど、結構年末までずっと、まあ、中部電力の人は自分たちの休みを取りたいので、あの自分たちはお休みだったんですけど、ちゃんとこうあの PR 感としてはかなりあのきちんと営業していて、もうお客さんもすごくたくさんじゃないけどいたよね。地元の人とかなんですかね。どうなんだろうか。なんか子供とかもいましたよね。あれ無料なんですか、入るの？無料なんです。なんとなくその普通のなんですかね、博物館で言ったら1500円ぐらい取れそうなぐらいの立派な設備なので、おそらく3時間ぐらいはかなりぎっちり見れるのかなと。ただし時間がね、到着したのがとっても遅かったので、もう1時間ぐらいしかいられなかったんですけど。北朝鮮に行った時もああいう施設ありましたね。北朝鮮ですか？北朝鮮のね、だから科学技術系を自慢する施設とそっくりです、さっきの。なんかセンスが似てるんだなと。そうですか。さっきね、あの皆さんに聞いた時にはあの西方さんもやっぱり知らないっていうふうに言っていましたけれども、やっぱり事故前には原発についてはほとんどこう興味ないとか知らなかったですか？何も知らなかったです。何も知らなかった。まあ本当にあのね、日本ではちょっと原発っていうとやっぱり学校ではタブーなのかちょっとわからないんですけど、川根さんそこら辺はみんなやっぱり知らないっていうね、さっき今街頭インタビューでも今でも知らない子がいたんですけども、やっぱりこうなかなか情報が届いてないのかなと思うんです。学校の中ではどうですか？そうですね、本当にあのチェルノブイリの事故の時にあとんでもないんだなと思った理科の教員は調べてたりしますね。だけど多くの理科の教員も実はあまり原子力発電所の仕組みのことも知らなかったりするというのが実態かなと思います。子どもたちの中でもやっぱり同じかな、事故前はやっぱり半々ぐらいしか知らなかったんじゃないかなっていうふうに思います。わかりました。ですね、そうしましたら CM を挟んで、やっぱり私たちもともといろいろ学んでいなかった、で実際今でもさっきのアンケートのあるように電気本当に足りてるのか足りてないかということも含めて実はきっちりとね議論してないんじゃないかなっていうのもあって、まあ、CM の明けましてからですね、まあ、これからエネルギー本当に足りないのかっていうこととか、実際に海外と日本とそういった情報違うのかっていうことをね検証してみたいと思います。では一旦 CM です。